こんにちは、ひとです。今日は2023年の9月の23日土曜日ですね、になります。1週間が早いなと思うんですけど、明日はまた1日お休みをいただいて、リフレッシュできればいいなというふうに思っております。ちょっとテカってますね。水素オイルを、水素ホホバオイルっていうのがあるんですけど、それを、いつも毎日塗ってて、で今日は一番最後に少しまたつけてみたんですよね。斉藤ひとりさんがツヤがある顔がいいって言って、一時期斉藤ひとりさんの販売してる販売店さんに、自宅から近いところに販売店が前あって、斉藤ひとりさんにハマっていた時期がありまして、でその時にですね、斉藤ひとりさんの販売店をこう、地元で探して、で自宅の近くにありましたので行ってみたところ、でそのすごいツヤを出すといいっていうふうに言われて、でこんな小さなオイルがあったんですよね。でそれを購入させてもらって、塗ってたんですけれども、ちょうどその水素ホホバオイルもそのツヤ出しにいいなと思って、最近は初めに化粧水の後ぐらいにちょっと塗ったりして、特にこうシミの部分を塗ってですね、少しでもカバーできるように、カバーというかこれ以上広がらないようにっていうことでしておりまして、で最後に今日は塗ってみたら、やっぱりちょっとテカリがありますね。でもこうツヤがあるっていうのは悪いことではないと思うので、ね、ちょっとツヤを出したいなと思って、でもちょっと塗りすぎたかもしれませんね。ちょっとこうツヤがある程度がいいのかもしれないですね。でも水素ホホバオイルは僕ももう何年でしょうね、かなり取り扱ってからずっともう毎日のように使わせていただいておりますけれども、福本社長というね、熊本物産屋っていう、集まりがありまして、そこに水の子の株式会社水の子の上村会長とかが来ていただいて、会議をしたりしているんですけれども、その中で一番こうまとめていただいている福本社長という方が、京都のお店を経営されている、何店舗か経営されている社長さんがいらっしゃるんですけれども、その福本社長がですね、その水素ホホバオイルっていうのを前に使って、でかなりこう、写真メルマガの方ではね、写真でもご紹介何度かさせていただいているんですけれども、かなり劇的に変わっているんですよね。このおでこのシワとか、僕もおでこのシワがちょっと気になるんですけれども、今こう髪を下ろしているのであんまり目立たないですけど、上げるとですね、結構シワが目立つなっていうのは感じるんですよね。だからこのシワの部分に、そういえばあんまり濡れてないんですけど、そのあたりをですね、しっかりこうつけていって、福本社長はおでこのシワがですね、本当綺麗に取れていて、非常に顔が若返っているっていうね、本当1年、半年1年ぐらいで、すごい若返っている顔になったっていうね、写真をメルマガでもご紹介させていただいたりしてます。で、美容にすごくこの水素ホホバオイルっていうのはいいと思うんですけれども、ホホバオイル自体もね、もともといいっていうふうに言われてて、これをホホバオイルっていうのを使ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そこに水素の、カプセル化したものを溶け込ませているっていうことで、水素が、逃げない状態になっている、水素が飛ばない状態になって封じ込められているんですよね。でそれを塗ることでこう広がって水素が発生して浸透していくっていうものになりますので、お肌に非常にいい。で顔だけじゃなくて全身に使っていただけるので、特にこれからの時期、乾燥しがちな時期に使っていただくとね、いいですよね。こう腕とか、乾燥しやすい部分ってありますよね。そういうところに塗っていただくといいと思いますね。で僕は毎日顔に朝か昼、もしくはあと晩、お風呂上がりに必ず塗ってるので、1日2回はですね使ってますね。で、顔のあたりを中心に使って、あとこの首の部分にも使ってます。これはここ数ヶ月ぐらいなんですけれども、お客様の中で水素ホホバオイルずっと使い続けていただいている方がいらっしゃってですね、で
顔とこの首に必ずね、こうきっちり塗っているということで、他のその同じ仕事場の方だったかに、すごいお肌が綺麗ですねっていうふうに言われたそうなんですよね。だからそれを使っているおかげですっていうことをね、おっしゃっていただきました。で、首もやっぱり大事ですよね。首の僕もこのシワがですね、すごい気になって、あんまりケアは全然してなかったんですよね。だからこの数ヶ月前ぐらいによく見たら、なんかシワがこう横シワがね結構入ってるなっていうのを自分で感じて、なんか首のシワがあるとより老けて見えるっていうのがねやっぱあるなって感じて、だから今皮脂に塗ってるんですけど、それでもねまだまだシワはありますね、首のシワっていうのは。だからこれから毎日塗り続けることで改善していけばいいなっていうふうに思っているんですけれども、そういうシワの改善にはですね、福本社長の例を見ても効果はあると思います。で、福本社長は年齢的に60歳を超えている方ですので、正直年齢はですね関係なく使っていただける、万人に使っていただけるようなものになっていますので、この水素ホホバオイル、美容にお肌のよりこういい状態、よりこう若返るお肌っていうんですかね、いいお肌にする上では、僕は非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。ですからこれからも使い続けていこうかなと思っているんですけれども、水素ホホバオイル、虫刺されとかですねにもいいですし、なんか出来物ができたとか、湿疹ができたとか、そういうのにも割といい体験例をいただいていますね。そういうので、ぜひ使っていただければいいかなというふうに思っております。ちょっと購入はですね、ショップの方に、表立ってはちょっと掲載できない、ネット販売ができないので、できませんので、もしご購入希望の方はですね、メールか何かで言っていただければ、また購入方法をお伝えしますので、それで購入していただければというふうに思っております。ということで今回ですね、以上になります。ありがとうございます。